壁内でエレンと接触した獣はリヴァイに追われて撤退。別行動中だったミカサも現れて、3人は合流を果たした。直後、死んだかに見えたアルミンがかすかに息を吹き返す。リヴァイが持つ巨人化の注射を打ち、ベルトルトを食わせればアルミンの命をつなぎ止められる。エレンはアルミンに注射を打つようリヴァイに訴えたが、リヴァイ兵長、エルヴィン団長が重傷です。例の注射が役に立てばと思ったんですが、どうでしょうか。まだ生きてる。この注射はエルヴィンに打つ。お前らも分かっているはずだ。エルヴィンの力なしに人類は巨人に勝てないと。トロスト君を守れたのも、兄の正体を見抜いたのも、ベルトルトを倒せたのも、全部アルミンの力だ。人類を救えるのは俺でも団長でもない、アルミンだ。そうだろミカさん。人類を救うのはエルヴィン団長だ。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。悪魔を再び蘇らせる、それが俺の使命だったんだ。だから邪魔するなよ。ミカさん、私たちにはエルヴィンがまだ必要なんだ。あの壁の中で希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。私にも生き返らせたい人がいる。調査兵団に入った時から別れの日々だ。正気を保つことさえままならない。辛いよ、分かってる。それでも前に進まなきゃいけない。兵長、海って知ってますか。アルミンが言うんです、いつか見に行こうって。ガキの頃の夢なんて俺はとっくに忘れてた。何かを憎むことしか頭になくて。でもこいつは違うんです。アルミンは戦うだけじゃない、夢を見ている。全員ここから離れろ。ここで確実にベルトルトをエルヴィンに食わせる。さあ行こうミカさん。アルミン、またな。どいつもこいつも。地平線まで全て塩水。エレンはまだ疑っているんだろう。絶対あるんだから見てろよ。俺はこのまま地下室に行きたい。ガキみてえにわめき散らしやがって。みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも。センスにいないって、やって調べたんですか。リヴァイ、ありがとう。うわ！
アギロイダー兵長、どうしてですか。こいつを許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは俺たちだ。だがもう休ませてやらねえと。エルヴィン、獣を仕留める約束だが、まだ先になりそうだ。もう死んだよ。そうか。巨人化したアルミンはベルトルトを捕食したことで人の姿に戻り、一命を取り留める。壁上へ避難した調査兵は他の生存者を捜索したが、成果はなく、エレンたちはイエーガー邸の地下室に向かうこととなった。この家かい。はい。一見して医師であるイエーガー氏の仕事場だ。何も怪しいものはありません。私にはそう主張しているように見える。まあ中央憲兵に見られて困るようなもんは一見しただけじゃ分かんねえだろうな。ここに鍵穴がある。開いた。よく見ろ、二重底だ。本が三冊。俺たちの探し物はこれらしい。親父は俺に何を見せたかったんでしょうか。地下室で発見された三冊の本には、グリシャ・イエーガー氏の半生、巨人と知りうる歴史のすべて、壁外世界の情報が記されていた。そこから判明したのは、壁内人類が相手にしていた敵の正体が人であり、文明であり、世界であること。壁内人類はかつて世界を支配していたユミルの民であり、世界はユミルの民をこの世から根絶しようとしていること。近い将来、壁外の大国マーレが始祖の巨人と資源の獲得を口実にこの地に侵攻してくることなどであった。